フェンダーテレキャスターカスタムはフェンダーによって製造発売されたソリッドボディのエレクトリックギター1972年から製造されている。なお1959年から1968年まで発売されていたフェンダーカスタムテレキャスターはボディにバインディングが施された通常のテレキャスターとしてその項で解説し本項では扱わない。 ソリッドボディでボルトオンのネック構造を持ち、ピックアップにはリアにシングルコイルピックアップが一つと、フロントにワイドレンジハムバッカー9ナイフを一つ、それぞれ搭載する。これらのピックアップは単体で使用することも、スイッチを使って組み合わせることもでき、様々な音色を得ることができる。フェンダーによるオリジナルの本モデルは、1972年から1981年まで製造された。 製造途中で仕様の変更があり、ノブはフェンダーストラトキャスターのものに変更され、ロゴの変更も行われた。現在はフェンダー社による70年代のモデルの再発売版、メキシコ製の72テレキャスターカスタムなどが販売されている。ありがとうございます。